て読むのかわかんない。ということで始まりました、セルジから世界発信、キサセンジからアジアグルバラエティザ・GBショー。本日は GB ショー、3周年ということで、はい、3周年記念でお届けしてまいります。全然これさ、かぶれないんですけど、え、全然かぶれない。これいつもさ、俺自分で見てちょっとおかしくね。ちゃんとかぶっ、どうかぶればいいのかな。ちゃんとかぶろうか。こんな感じ、あ、大丈夫かな。いいんじゃない、もうちょっと前目に、こんな感じ、前目にかぶればいいか、うん、はい、こんばんは。はい、はい、似合わねえな、なんかなんかね、あのさ、クラッカーかぶってる、まあ、もういいやもん。なんか似合わねえな。クラッカーかぶってるみたいじゃないですか。なんか ね、まあか、角みたいにかぶればいいのか、うん、まあいいんじゃん、もうリップも、まあ、落としてくるわ、もう、うん、かぶれねえから。はい、はい、ということで、はい、3周年ということで ね、今日もお届けしてまいりましょう。はい、今日あの、高田さんがね、うん、今ちょっとゲスト呼びに行っていないので。そうなんですよね。あの、渋谷美沙ちゃんも、そうなんです、あの、今日3周年ですけど、今日なんかあの病欠ということで。そうですね。ねえ、ねえ、まあ、本当に病欠なのかっていうね。まずね、石井さんが疑いましたよね。絶対これね、嘘だろ、仮病だろ、めんどくさいんだろ。3周年言われたくないし、私に3周年関係ねえ。そうそうそう、私途中からだし、途中からだし、別思い入れないし。どんだけ、どんだけさ、こっちで悪い子になっちゃってる。そうそうそう。いやでもね、本当に今体体調崩されてる方が多いから、うん、そうそう、本当にあのなんか世話しねえな、なんか帽子が。この帽子いいよ、もうダメだわ。いいよ。だからちょっと皆さんで本当ね、気をつけてくださいね。はいはい、特に空気が乾燥してるので、やっぱ前でもゴホゴホ してる方とかも多いからね、マスクされてる方もね今日多いし、うん、いつでも一人なんですけど。適当なこと言っちゃった。いいですね、相変わらず適当で。いいですね。いや、いかにも3周年だから、そうそうそう、いっぱいいますよ、はい、みたいなことを、ね、後ろにもほらね、このあのスタッフが貼ってくれて、そう、GB ショー、すごいですね、3週オンライン、なんだろう、3週オンラインって、オンライン、オンラインって、オンライン、オンラインってこと。いや、ほらほら、わかんないけど、俺勝手に思ってるだけだけど、うんうん、ほら、もともと GB ショーってね、あのほら、あの中国出身の内田くんがいて ね、そうそうそう、あのやっぱりこう世界の平和みたいなところ始まったから、うっちが中国だったから、うっちが中国だったから、そのね、中国のそのこの総理大臣の周恩来とかけたのかなと思ったんだけど。あ、そういうことなんだ。俺は勝手にね、そこまで3年だったから。さすがですね。でもちょっと聞いたら、いろいろなんか間違ってただけみたいな。これでいいんだっけみたいな。いいんだっけみたいな。とりあえず音符つけとこう。音符つけとこうみたいな、ね。可愛くやっとこうっていう、ね。そうそうそう。まあでも、すごいすごい、ね、そういう趣旨で始まったこのバラエティ番組、3周年ということで。はい。で、ウッチーはいませんが。そう、ウッチーはいないですけども。本人がいない。本人がいないですけど。だいたい今、ほら、ウッチーいつもね、あの、うん、来れる時と来れる時があってね。ね、今ね、忙しいんで。そうそう。で、来れない時は、うん、事前にね、ちょっとごめんと、うんうん、今日ギリギリかもしれないとか、今日来れないかもしれないってあったんだけど、そうそう、3周年の今日は、全く連絡ありませんでした。びっくりしちゃった。記念の日に。記念の日に。記念の日に、来るとか来れないという連絡もなかったんで、あ、ね、もしうち見てたらね、うん、書き込んでいただければ。いや、ほんとほんと。ね、いや、私気づいたら、気づいたら反応しますよ。ね。ね、もう愛されてんのか愛されてないのか。何か分からないですけど。むしろ、あの前、天の声さんとしてほら、あ、ね、出てたけどね。天の声さんとかさ、ね、やってくれるのかななんて、うん、来る前提でいたの、うん、さっき衝撃。完璧でしたもん、聞いて来ないって。あ、本当。そう、連絡ない、取れない、取れないじゃないか。来ないっていうか、来るか来ないかもなんか分からない。待ちましょう。待ちましょう。ギリギリまで。ギリギリまで待ちましょう。待ちましょうか。ね、ね、あ、ちょっと何何何ね。何ね、3周年で、だからドタバタドタバタしてますけど大丈夫ですかね。ね。ね、で、そう、3周年で、そういえば、ちょっとこの GB を見てる方とね、はいはいはい、話してたんですけど、沖縄さんの笑い声がすごいね、うるさいって。いや、いや、ちょっと待って、俺の笑い声がうるさい。うるさくないかはこのマイクの音量でしょ。そうそう、音量。これ俺側の問題じゃないでしょ。いや、だけどマイクの音量の問題でしょ。でも確かに、うん、沖縄さん笑いすごく声通りますよね、うん、いや、いい意味で、いい意味で、分かる分かる。そうそうそう、だから別に沖縄さんのせいでも誰のせいでもないんだけど、なんかね、面白かったです。はっきりうるさいって言ってる。いやいやいや、言ってるし、あの、でもね、うん、俺も普通にこうテレビ見てて、うんうん、この生まれたばっかの今甥っ子がいるわけ、ええ、あの甥っ子、俺甥っ子2人いて、で、あの下の子がね1ヶ月前に生まれたんだけど、うん、でほらうちにいるいたのいるのよ、うん、あの、要は妹が実家にね、そうなんですね、もう帰ったんだけど、うんうんうん、でいてさ、やっぱり俺テレビ見てんじゃん、でさ、もう急にやっぱ面白くなっちゃって、うんうん、笑うわけよ、うん、その一斉の猫飛び上がるからね、ベッドのこうやって驚いて驚いて、あ、でも、あ、猫、猫じゃねえ、おいっ子。なんか猫って聞いてた。さっき
俺のさ、俺のこの何、俺に甥っ子が2人いてっていう話をまあ1分ぐらいしたんだけど、で1分ぐらいして俺の笑い声で一斉の甥っ子が飛び上がったって話に対してね、猫って何ね、猫が飛びをなんかぽかったじゃないですか、猫がこう飛び起きた感じ、甥っ子がこうベッドに寝てちゃうんだって、一歳、あ一歳じゃない、あの生後1ヶ月の甥っ子がこう寝てて、ね、俺の笑い声でピクッとするわけよ。それがうちの猫2匹いるんですけど、うん、猫が私もね大きい声とか掃除機かけてピクッてそうなるから、ついつい一緒になっちゃった猫かと思っちゃった、はい、ね、あの今日もリエピ集中してくださいの番組で、いつもしてますけど来た時からいや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 、でここ1ヶ月どうしてたんですか、2ヶ月か、2ヶ月か、そうそうそう、ね、ちょっと突然聞くね、聞かないといつもちょっとね、突然だね、そうそうそう、今年一番の大舞台が今月ありました、うんうん、あ、今月か、はい、中野サンプラザで、あ、はいはいはい、はいはい、ありましたよ、ちょっと小耳には挟みましたが、もう、ね、噂が聞きましたけど、いやもうそう、あの大舞台で、うん、しかも森口博子さん、大場久美子さん、うんうんうん、MC で、はい、海援隊の皆さん、サーカスの皆さん、すごいね、石川峰子、千正雄さん、リンダさん、もう狩人とか、もういろいろ、いろんな方々いる中で、うん、デビューまだ3年も経ってないのにそこに立たせてもらって、すごいですね、ムード歌謡曲、ほんとそれで袖で緊張してる、緊張してるじゃないですか、さすがにもう震えるぐらい緊張してて、あ、そうやばと思ってたら MC の森口博子さんが、大丈夫みたいな、あ、そう声すごいすごい結構喋ってくれて、それでちょっと緊張解け、ありがとうございました、あの見て、あのご覧になって見てくれたらね、ご覧になってる森口博子さん、 そんなに震えたの初めて、いやそうですね、結構震えましたね、まあ、もう分かるぐらいブルブルブル、いやそう分かるぐらいでもないですけど、うんうん、気持ち的に あるよね、そうそうそう、でだって本番前にも海援隊の皆さんに挨拶とかしてるわけですよ、うんうんうん、で武田鉄矢さんを目の前にして、うん、今からこの人と同じ舞台に立つんだよなみたいな、なんかいろいろで、あっち見たらね早見優さんとかもいるし、こっち見たらなんかもう知ってる人ばっかりで、うん、大丈夫かなって、いやでも石井さんでも緊張するんですね、するわい、そうじゃなくて緊張しなさそうなさ、あの肝が座ってるみたいな、いやいやでもそれ緊張するよ、やっぱそうですよね、するよそれ、あのメンバーで、あの歌えない時ってあるんですか、歌えない時、あの緊張しすぎて声が震えたりとかはない、それはない、それはない、ステージ出てファンの方々には緊張してたねって言われたことはないけど、あ、なるほど、はいはい、その前で出る前は、そうなんだ、あと同じ楽屋に、うん、楽屋ですよ、新沼謙治さんと平浩二さんとサーカスの皆さんと、大部屋だったら一緒なんですよ、はいはいはい、全然休まらない心がね、ほら、ね、ちょっと端っこなりずっとこうしてましたこんな先輩方いるのに、で大部屋だったから、うん、多分出演者の皆さんも会うのが久々だった、うん、その大部屋にリンダさん来て、うん、千正雄さん来て、狩人、うんうん、来てみたいな、なってあれみたいな居づらいな、同窓会みたいにこうワイワイしてるけど、そうそうすごい話してるけど、俺ってそうそう、しょうがねえから片すりずっとスマホいじってた、そう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 もうそれしかはあ、もう貴重な経験でした、ね、いや本当素晴らしい ね、はい、素晴らしい経験をね、なんか今聞いてる時にこっちからねすごい視線を送ってくるんですよ、ね、何なんか俺も見えたよ、なんかでしょ、だからすごい真面目なさ話をしてるんですけど、うわ何あれね、何あれね、この中野サンプラザの話、あと30分引っ込んだ30分過ぎて瞬間引っ込んだ、いや聞きたいけどね個人的に結構聞きたいけどね、裏話すごいやっぱり言いたいんですよ、ああ聞きたい、すごい聞きたい、放送の役に入んなかったら、はい、あのラジオにしましょう、あ、そうですね、ラジオにしましょうね、そうですよ ね、見てらっしゃる方もね期待出るわから、はい、そうしましょうかね、はい、わ、はいはい、かりました、で今高田さんのゲスト呼びに行ってて、今ゲスト顔出してたんだね、はい、ね、あ、そうなんですね、あ、やべそう何ね、何ね、ちょっと待って今日何、心霊特集、大丈夫、ちょっとまたやだ全然それはそれでいいですけど、いやいや3周年でしょそれはミサちゃんいる時にしようよね、怖い話はさ、そうそうリアクション大丈夫、ね、じゃあお呼びしてもいいですか、はい、ゲスト、はい、じゃあゲストの方どうぞ、誰だろう、誰ですか、今日どなたですか、分かんない分かんない、俺も知らないな、いやでも私見たことあるんだよな、なんかすごい、ちょっと待って何やってんのね、もたついてるけども、ホワイトボードにさ、スケボーにホワイトボードが乗っちゃって出なくなっちゃってんじゃんこれこれさちょっとさちょっと事前にやっといてよ、いやで中野サンプラザで、ね、そしてじゃあさスケボー
棒が短いんだもん。前の車輪しか乗ってないんだもん。だって後ろの車輪ギコギコに乗せたかった。え、何やってんのね。え、こうやって手伝った方がいいのこれ。あ、出てきた出てきた。大丈夫ね。はいはいはい、来た来た来た、ゲスト。ひょっこりやん。やだ、私の同級生に超そっくり。すごい、さとみくんでしょ。なになにさとみくん。いや、同級生このキャラ、あの脇毛汚い。もう汚いから脇毛とか。顔は見ないでください、恥ずかしい。いや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 、いや顔よりここだよ、恥ずかしいの。ここいたな、いたな、いたな、こんなキャラのゲスト、いたな、そういうやつ、丸めるやつですよね。王の MO です。出た。そうそう、王の MO くん。王の MO くん、御徒町の、製薬会社でそうだった、サラリーマンやっております。そうだった、そうだった。性欲増強の薬を私作っております。作ってる、ね、今日は課長にはちょっと内緒で、GB3 周年ということで、今日はお招きいただきまして、はい、あ、はいはいはい、はい、何やの何やの。今日はどっちかの私のですね、うん、あ、それクイズ、おクイズ、クイズ、はい、クイズをちょっと皆さんでやっていただきたいと思うんですけど、はい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 、でも葵さん初めてですね。そうですね、私と、うん、初めまして。初めまして。いや、2回目じゃないかな。でも、なんか精力増強剤っていうのを思い出しました。ラジオに来たからじゃない。ラジオかな。あ、ラジオに来たから。あるあるある、2回目。すごい目力が。あ、何何、ちょっと待って、ちょっと待って、3周年記念ということで、あ、私からの来ました。これ生放送だけでいい、出ちゃってるけど。私の。ドミノピザさん。あ、ドミノピザさんから。あ、でも頼んだろうな。すごい生っぽい。生っぽい。生っぽいね。本当に。いいいい。ありがとうございます。ありがとうございます。経費、経費、経費。お金待ちです。お金待ち。お金待ち、お金待ち。エモくん、お金、お金。エモくん、あれ？お金はね。すごいな、この生放送感。ね、ドタバタな生放送感。あ、ちょっと、大丈夫ね。結構踏んじゃった。もうなんか、すごいことになって。今日なんか3周年だから、何、何、苦しくなってきた。まあ、はね、当たった人だけ食べれるっていうことになってますね。あ、そうなの。食べちゃった人はガムでね。ガム、なんでガム、ガム、もうその後何も食べれないじゃん。でも、ガム食べて、油っぽいの食べると、ガム消えるって知ってます？溶けちゃうんでしょ、だから。あ、そうそうそう、溶けちゃうんですよ。ガム食べながら、チョコ食べたりとか、ピザ食べたりすると。わかる、わかる。あ、今日ミニスカートなんですね。あ、そう。ミニスカート。え？ちょっと、乳首触るなよー。はい、久しぶりに、今日3周年だから、ちょっとスカート久々に履いてまいりました。豚つってもらってもいいですか？え？豚？豚。豚。この豚やろうって。あ、エモーだからね。エモー君だから。隠れちゃった。恥ずかしい、恥ずかしいんだ。じゃあ問題。はい。え、何でしょう。第1回放送。私ね、知らないかもしれないですけど、GB 賞の研究家。そうそう。エモー君は GB 賞研究家で。全部ね、一緒に登場した月、年、ね、何回喋ったかも。こっちのストーカーや。やばい、すごい、さすが。リエピーさんのもね、全部します。だからね、それを今日問題に出してきましたので、まず、これです。2015年、12月13日、何の日か。え？何の日？何の日？何があった日か。これ当たった人から、ピザの方ね。2015年12月13日の放送回の話でしょ、俺は。そうです。放送で何があったか。2015年12月13日の放送会で何があったかってことでしょ。そうです。なんだよ。分かってない。大丈夫？急にシュンと引いちゃう。巻きを見せた。困ったら見せるな。困ったら巻き。その脇が綺麗に整えられてんな。いやだから、いや、私に向かってそんなアピールしなくて。放送で何があったか。何があったか。何が放送されたかってこと？はい、何が放送？なんだよ、なんだこの。だから急にふわっとした。5年ってことは3年前。そう。3年前に何が起きた？まあだからこの番組3周年、11月で3周年だから。じゃあ2回目ぐらいの放送。放送2回目ぐらいってことでしょ、だから。放送2回目ぐらいの時に、じゃあ沖野さん何言ったか。2回目、私たちね、あれだ、沖野さんが選挙に出た時。俺出たことあったっけ。そうだ、それで1回欠席しましたもんね。そうだ、結局ダメだったの。
先生にはなれなかったってこと。じゃあまずここ当てましょうか。うん、あ、それ勉強してくればよかった。だってこれがだって2015年、うん、はい、三周年ってことは11月か。そう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 。の何日かってこと？うん、何日だろう。28。今日が何日？今日が23ってことは25ぐらい？30秒シンキングタイム。そう、30秒間ずっとあなたは乳首いじってんのこれって。乳首いじって言ったら終わりだもん。そっか、じゃあ待ってた方がいいのかな。25じゃないの？違う？ちょうど23なんじゃないの？今日は。ああ、正解です。はい。イエーイ、いただきます。え、本当に違うだろ、ちょっと違うだろ、確か。え、本当にどっち、これ確かあれ22じゃないの。私ね、今日ね、風邪薬とね、私の会社で作ってる薬両方飲んじゃって、朦朧としてる、朦朧としてる、どっちこれ。だってだって22って言ってるよ、だって。はい、11月22、いい夫婦の日って言ってるよ、だって。あ、全然違うじゃん。あ、そう、今、あ、そうだって今素の声が今素の声ですね。はい、じゃあこれ、次、ここ、はい、だ、要は2回目のゲストか。そうです、放送2回目のゲスト誰だったか、誰が来たかってこと、うん、これすごい、すぐ分かる。まあ、俺はもう分かった、俺はもう分かった、俺は分かった、俺みやぞんさん。いや、え、それは私たち答えられる人、答えられる、答えられる。俺はだから、俺はだから、ある意味番組に一番最初の人ゲストでしょ。そうです、だから俺も覚えてる。だから俺の答えるから。大工さん、え、あれ違う、そうそうそう、リエッピじゃないの。いや、正解。え、そう、リエッピ。あ、私、そう、第1回ゲスト、リエッピ。これ本人3周年の忘れちゃった。嘘。じゃあピザいただきます。ここでね、初めてリエッピーがゲストで来てくれた、うん、あれ、そんな前にですか。そうですよ。そうそうそう。あれ、もっと始まってなんか1年ぐらいのぐらいかと思った。そう、あら、ありがとうございます。ちょっと今感動した。じゃあ、石井さんどうぞ。大丈夫かな、落ちないかな。1年ぐらい空いちゃうんですね。椅子にさ、置いちゃう。はいはいはい。ゲストで、え、出た後ね、1年ぐらい空いちゃう。あ、そうそう、半年ぐらいでしょ。半年ぐらい。そうですね。結構だから少ないかな。この半年後ぐらいライブやったじゃん、だってライブ。ライブ？ね、2016年。あ、あのお笑い芸人。そう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 。で、あのほら、で、青空大学初登場で。うんうんうん、うん。そうなんですね。うん、じゃあいいですよ。次行きましょうね。ちょっと放送時刻か。私15分しか時間が。ああ、そうなの。そうなんですね。あのね、じゃあ沖縄隆一さんの出演会。いや、知らない。俺全然わかんない。それはさ、もう。だから3年間ってことでしょ、うん、俺1回だけあんなに来てないからね、病気で。じゃあ選挙でしょ、選挙って。選挙58回。そんな出てる、出てない、ね、実はね、うん、今ね、月に1回ですけどね、うん、前回、ね、去年まで月に2回出てた。38回とか。あれ、いつまでだっけ、月2回放送したの。去年、去年まで。あ、2周年から月2回になった。月1回になった。あ、そしたら、うん、2周年。待って待って、でも計算できないや。じゃあ、とりあえず60回ぐらい出てんじゃないの。いや、惜しい、惜しい。57。今日で何回目。57、8。やだ、うわ、まあ正解にしましょう、ね、やったー。はい、じゃあとある事情で苦情が来ました。何、視聴者の方からね。え、ちょっと待って、誰の苦情なのこれ。これはね、とある苦情で、うん、苦情が来ちゃったんです、視聴者の方に。有名な話ですよ。私はあの、あるね、ブレーンからちょっと聞いたんですけど。本当ですか。これ本当ですよ。俺、記憶ねえな、こんな苦情。ある出演者の、まあなんて言うんでしょうね、規制というか。規制、規制というか。さっきなんか言ってなかった。それが原因でですね、とある苦情が入っちゃったんです。何何何何。娘さんが見てこの番組を夜お家で見ててですね、で、あまりにもその規制がやかましすぎて夜に見てて、その娘さんから怒られたっていう苦情があったんです。そのとある苦情のとは何でしょう。えです、ね、さっきのさっきなんかちょっと出てたじゃん、なんか沖田さんの笑い声がうるさい、うん、はい、正解。あれ、言っちゃってたじゃん、もうオープニングで。もうじゃあ沖縄さんの笑い声が不快指数を超えた。だからさ、俺もさっきも言ったけどさ、俺これマイクなんじゃないの。いやでもね、横に行っても結構なボリュームですよね。ちょっとデシベル抑えてください。え、これ前から
ですか。そうですよ。あれじゃあ私さっき言ったのすごいですね。で最近その苦情を受けたの苦情じゃない、まあ、苦情じゃないけど最近またなんだよ。またなんだじゃあ苦情じゃないんですけど、ね、見てくださってる方がねいらしてこうやりとりしてたら、うん、お客さんの笑い声がまあうるさいって言ってなかったけどそこ私持ってしまったけど、うん、大きいってうんじゃあさようなら私はこれでもう終わりなの。えまた次のゲストの方が3周年お祝いするというか、ああそうなの。ゲストが何名か来るんだ。エモさんありがとうございます。何何何何何何今の最後の何ね何ねあこれ持ってけよこれそうこれ持ってけよ。次のゲストが来るまでの間なんですけどね、うん、何何何ですね私ちょっとびっくりしたことがあって、うん、何何何実は、うん今ここで私リエッピーっていう名前でやってるんですけど、はいはい、今活動主体はバービージャパンっていう名前でね、はいはいはい活動してるんですが、もともとアンカーさんと一緒になった時、うん、山本リエだったり、はいはいはい、テルオの曲覚えてます。覚えてるよ、うん、あの曲、うん、あれがですね、うん、私たまたま夜な夜な、うん、YouTube でちょっと昔の映像とか自分の出てこないかなと思って、うん、山本リエで調べたところ、マジでなんと山本理恵の風の夢が1年前にカバーされてたんです。うそだ。ちょっと超衝撃。あのね見たら世田谷レコードさんって私もちょっとから勝手に、勝手にっていうか違う女の人が歌ってるんです、うん、へえ。いや勝手にじゃん。あれ出ない。ちょっと待ってくださいね。でも権利持ってるのはね作ってる人でしょ。作ったって言ってなかったか。でも作ったのは作詞あ、いやいやいやあれは作詞作曲は加藤照子さんっていう。そう 別の人なのよ。あ、風の夢カバー1年前にカバーしてるのがあやみ J さん。あ、カバーして歌ってくれてるだけか。そう。あーよくあるよね。あのなんだっけ YouTube に。そうご本人のあるよね、そういや。なんだっけ、カラオケバージョンの使うじゃん。山本理恵がカバーされてたんですよ。1年前でしょ？ちょっと聞いてみて。私じゃないの？歌ってる。わかるわかる。うん。この曲が、ご丁寧に歌詞までちゃんと上げてくれて。これ、レコードってことは、うん、もしかしたら盤になっちゃってんじゃないですか？で私も気になって、うん、世田谷レコードって調べたら、うん、なんか買い取り専門の、うん、ちょっといいですか、一つですか、うん、世田谷レコード、世田谷レコードって、うん、千田谷レコードさすがさすがだだからか、だからか。いや私さ世田谷レコードをだからずっと調べてたら買い取り専門のレコード屋さんだったんですよ、うん、でなんで買い取り専門のレコード屋にどの人が歌ってんだろうなって不思議で、それが分かんないでたら仙台やで出たよ、出たよリエッピーのカバーされてんの上回んのやめてもらえますか上回る衝撃出たよこのリエッピーワールド。仙台やだ、仙台やだ。あ、じゃあもう一回ちょっと検索しよう。仙台やで、もし勝手にやったらなんか現、まあね、現場権が誰が持ってるのかとか分かんないですけど、うん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 、なんかよく YouTube でほらなんていうのカバーしてる。そうそうそう、あれなんじゃないのか、歌ってみましたみたいな、うんうん、そうそうあるでしょ、うん、でこれがいつって言った1年前なんですよね、うんうん、あ、お久しぶりでございます。あれ先生どうしたの急に。先生来たまあちょっとまああとね今日ね、ええ、おめでとうございます。 ありがとうございます先生。いや皆さん久しぶりですさっきまで、ね、大野くんはね、うん、久々でキャラ忘れてたどんなキャラかね、ふわっとしてた、ね、急に出てきたから、ね、忘れちゃってたので。あ、そうなんですね、うん、私はね、うん、まあ一番ね出てるから。そうですね、キャラも定まってる、ね、大丈夫だ、まあ、先生、うん、他の番組にも出てるからちょっとなんかね、今ね出させてもらったよ。おー、うん、じゃあなんかね今日はね、うんクイズおう出させて、ね、あ、先生も、先生もクイズ出すの。まずこれ消してよ。だ消すやっぱ消すんじゃないの。あ、これ、うん、どうで消してよ。弾薬こんなに弾薬こんな容量悪い時間かかるね、これ。あ、来た起きた。あ、すいません、すいません、すいません。じゃあ、そうです、でしょう、でしょうね。知る弾薬だ。今の方、知る弾薬なの。知る弾薬
こっちは男優だよ。まあ、まあ、しっちゃかめっちゃかだな、番組は。あれだよね、何彼はね、うん、見たことあるけど、うん、あれだよね、息子ものによく出てる。うん、息子もなんて何？今日はね、再婚するでしょ、はいはい、で新しく来たその熟女のお母さん、あ、義理のね、義理のお母さんとちょっと恋に落ちちゃう役でよく出てる男優のね、ありそう、うん、人的な青い、うん、青いジンタって言うんだよ。ジンタ、じゃあ、今日なんだ、問題出したら正解っていうことでね、うん、あー、はい、ね、問題出したら正解って、あ、問題出したら正解、はい、ちょっと定まってないね、正解って何ね。じゃあまずね、有名だよ、うん、私の講義を聞いてれば、うん、もう誰でもわかる、ないない、私がね、よくね、表を作るでしょ、太ってる、年齢、あ、でね、いつもね、標準に例える芸能人がいるんだよ、あ、有名な女優さんだよ、何でしたっけ、俺はもう散々聞いてるからわかるけど、俺ダメだよ、え、それあんたはダメだ。標準？ユミカオルさん？ああちょっと細いよ。うん、ああカオルちゃん細いよ。松坂慶子さん。え？あ、いい線いってるけど、もうちょっとね、庶民的、庶民的、いいこと、庶民的、うん、いいこと言ってる。何でしたっけ？山村もみじさん？ああちょっとね、もみじさんはね、マニアックだよね、うん。俺は好きだよ。もみじさんとかね。昔ね、秋竹城さんとか昔 NHK のね、連想ゲーム見てたかな、連想ゲーム、まあドラマ、まあ言っちゃうよ、天まで届けんですよ、誰だ、おかえさん、あ、そうそうそう、おかえのふみこちゃんね、はいはい、じゃあ正解した、また正解だよ、あ、いただきます、一人で全部食べちゃう、男優だからさ、確かに、体力使うもんね、そうそう、大事大事、でじゃあね、問題出すよ、じゃあタイトルね、じゃあタイトル出そう、宝映像から出てるね、有名なね、だから映像から出てる、うん、有名なシリーズがいっぱい出てるのよ、はい、人気作がいっぱい出てるの、はいはい、もう10作2作もうなんだろうね、10作2作よくわかんねえな、表現が10作2作減っちゃってるしね、だから映像から出てるね、あのシリーズもの、はい、うん、これね、まあ簡単なので3つぐらいあげてよ、いやわかんねえな、かん、え、これ適当に言えばさ、なんか当たる感じなのかな、わかりやすいやつ、熟女ものでしょ、だから先生が講義するぐらいだから、うん、え、題名ですか、一番売れてる、うん、題名、どういうのだろう、なんかさ、なんか上の文字とか教えてよ、ね、うん、うん、じゃあどうしようかな、上の文字言っちゃおうかな、今言ったよ俺、うん、出てこない、ね、まあじゃあ一番いいのはね、うん、ここから始まるよ、何、大？うん。大？これはすげえ人気あるよ。代理。うん。ああ、俺分かった分かった。何？あ、こいつはね、もう。ああ、分かった。ほら。代理母？熟成。おい、惜しいよ。近い近い近い。うん。もう散々聞いてきたから分かるもん。何？代理。結構ね、出てんのはね、井上彩子ちゃんね。これ言ったらヒントになっちゃうか。いや、分かんない分かんないんだけど。井上彩子ちゃん。代理ママが近い。代理ママが近い。代理。代理ママがやることはない。そうだよね。代理ママ。がやることって何よ、お前男優なのに分かんないの、全然分かんない、代理これでママがやることこれ言っちゃったら分かっちゃうんだよ、みんな人気の人出てるからこのシリーズ、分かんない、みんな分かんないよ、分かんないよ、名前聞いても、代理代理代理、うん、家事、あー、うん、まあね、家事っていうかさ、いろんな手伝いするよ、下のお手伝いとかよ、代理下のお手伝いってなんて言うんだろう、違うんだよな、じゃあね、ここまで書いちゃうよ、代理処理、ここまで言って分かんなかったらさ、はい、代理出産、お、の、なんだい、え、の、の、代理出産の、これ大人気だよ、正田千里さんも出てくる、知らない、知らないんだけど、知らねえっつうのだから、代理出産の叫び、叫びって何、あーっていう感じの、知る男優出てたんじゃない、代理、知らないの、代理出産の、単純に考えたストーリーはね、うん、あれだよ、若い夫婦がいるんだよ、うんうんうん、ね、若い夫婦がいて出産できねえの、おうおう、あ、あの妊娠できねえの、おうおう、いろんな諸事情で、おうおう、で、まあ頼み込むのよ、うん、嫁の、うんうんうん、ね、お母さんに、おうおう、はいはい、うちのね旦那 と、 ちょっと子供作ってくれ て、うん、作ってくれて、でそういう行為をするんだけどよ、うん、それをね、こう立ち会うんだよ、立ち会う、あれが嫁が、そう、見てないとダメだから、う
第二次出産の見学みたいな。これだからよ、あれだよ、女王も出てるよ。誰？わかんないって。みんな出てんのよ。何文字？何文字先生？第二次出産の丸丸とかあるじゃん。何文字？第二次出産の見学。簡単よ。今言った中にもう答えあったよ。見学？見学じゃないね。第二次出産の。言うよね。これじゃあ誰も食べれないね。先生食べて、先生食べて、先生食べて、じゃあむしゃぶりついちゃうよ。ペロ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 よ。むしゃぶりついちゃうけど、これ代理出産の母。ああ代理出産の母ね。なんでなんか痛いから結局あれでしょ。あの親子でそういうなんて自分の嫁が見てる前でお母さんとやっちゃうって話でしょこれだから。お前何知ってんだよ。いやこれ嫁もわかるじゃん。代理出産の母ってそうなるでしょだって。次ね。再婚。した再婚した女、うん、女房かより丸々再婚した女房より、うん、これさなんだろう母なんじゃないのこれよ資源で、うん、これよ香山夏子ちゃんとだからわかんないだから知らないっつのだから再婚した女房よりでかい、うん、大型靖子ちゃんとかもいいよこれのわかんないなんだろう再婚した女房より何なんだろう、ね、安子っつう字忘れちゃったよどういう字だっけ知らない知らない初めて聞いたもん今この字だよでよ結構いいの見てほしいのがよこれね小見楓ちゃんわからない56歳なんだけど言ってますね若いよまだ先生切れちゃったよなんかこれ3周年の企画これ再婚した女房よりいけるえいけるかこれね要はね、うん、まあ再婚するんだよ、うん、まだ若い34、5ぐらいの男が若いね27、8のと結婚するんだよで夜の生活がつまんなくなっちゃうのよ、うんうん、でねなんかうまくいってないのよ、うん、この時まあいいやっつって外出た時によ、うんうん、誰かと出会うんだよでやっぱりそっちの方がいいなっていう再婚した女房より外の芝生芝生なんで芝生ってだから外の芝生は青く見えるってあるじゃんそこだけ切り取っちゃうのそう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 何うんここに入る言葉え再婚した女房より、うん、昔の女房あ惜しいねその呼び方だよ前のうん惜しいね何前のうん北千住によ、うん、スナックであるよなんとか園っていうここに入る言葉なんとか後楽園あー違えんだよなうんなんとか縁はね違うんだよね妖艶の縁あるよあるよまあちょっと宣伝になっちゃうからよああ別にいやいいじゃん宣伝になっちゃうさ別にいいじゃん宣伝になっちゃって北千住のさ番組なんだから別にいいじゃん宣伝したって宣伝になっちゃうからよ違うスナックの中スポンサー出てる先生まるまる縁ってしてるよこの縁、うん、スナックあんだよ北千住にまるまる縁これ実際のテーマパークにもあるよ池袋の池袋じゃねえ。豊島園。おお、そうだ。漢字にすると、再婚した女房より豊島の島のあ、豊島の女房が、うん、いい、まあ、いいっつうさ。豊島の女房の方がいいっていうこと。でタイトルなの。なね、再婚した奥さんよりも、それよりも年上の奥さんがいいってことでしょ。うん、そうよ。これ見てよ。いやいや見ないけど、そう。うん。おお。じゃあもう一個ね。うん。うん。こういう感じでいきますか、うん、なんか粛々となんか全然3周年っぽくないけどいいよ何いいよいやもういやいやヒントがなきゃ何もあるんだけどいらにいでろこれ何いやヒントいるこれ、うん、いやいやせ上の2つもヒントなかったら出てこないんだからこれ見てる人すぐ分かってる3つでも出てこねえよこれなんで3人分かんねえのっつって宝映像だけで出てくるってこと出てくるよ、うん、じゃあいいよ見て検索しても宝映像、うん、宝映像宝映像で検索してよ宝映像書いてよもう帰っちゃうから俺えぇ書いてよ俺もさ15分座れてっからこれ誰が処理してたのこれ宝映像宝映像、うん、宝映像ってこれでいいのかな OK、うん、人気作あ本当だ代理出産の母って書いてある一番最初に出てあなたのお母さんいくつよ69です紹介して紹介してあれこれじゃあ一番上出てきたやつかなあそれじゃない息子の義理の息子を添い寝だけさしてよ添い寝だけさしてよあこれ大事だえ宝女房系ですかそうだよあ社長夫人のあ違うね
それはねあんま人気ねえよそれ先生の好みなんじゃないの、うん、義理の息子、うん、ああそれじゃねえね、あじゃあこれはあったでしょ、あれは最高のね、あれなんだっけ、うん、女優さんの名前、うん、は誰が出てます、いっぱい出てんじゃないの、あ困る、にょ再婚相手よりにょ、女房がやっぱりにょにょにょ、うん、にょ、うん、わかんねえかな、いいとこ見てるよ、でもこれこれでもなんて言うんだろう、どれどれ、お女三つ書いてない、あこんなんじゃねえな、うーん、おーすげえなんかスケベな映像ばっかりこれ大丈夫なの、これ映像耐えられんの、これ毎回先生出てくるとこうなるんだけど、番組がただ調べて、見せてくれよ、その調べてる、見てる顔をよ、よく見てみなよえ視聴者の皆さんよすげえあれスケベな映像見てる黙って生放送中、黙って違う、こう、うん、何いいや、わかんない、全くわかんないよ、出てこないもん、出てくるでしょ、宝映像でいっぱいいろんなの出てくるけどさ、だって、うん、ちょっと待って、絞りきれないよ、これそれだよ、お母さんにょ、うん、にょ、もっと激しく言ってよ、お母さんにょにょっぽ、にょぼうよりだよ、ああそういうことか、お母さんにょにょぼうよりずっといいよ、お小泉慶子、うん、あ小泉慶子、義理のお母さんね、義理のお母さんに対して、お母さん、だから女房、ね、ああ娘、あの奥さんのお母さんでしょ、あなるほどねっていう話なのね、そうこれ、この3つさえ押さえといてくれればさ、年越せるよ困んねえよ、どうかな、困んない困んないなんか全部なんていうの、あの深そうじゃん、なんかさ、これ元日に見てよ、元日なんかに見るもんじゃないの、これ3日前、三が日じゃん、三が日だから映像さ、何平成の最後の時これ見んの、あほらやっぱ出産ものはめでてえからさ元日で見てもらってさ、まあめでたいから、そうだけど、ね、うん、でさ、ね、あれだよ、二富士、うん、あ、なんだっけ、一富士、二鷹三ナスビ、これナス出てくるから、うん、これ3日目に見てよ、意外としっかり考えて構成されてたりするのかな、じゃあまたね、またね、じゃあさよならね、これどうするの、これ誰しろしろの、これじゃあおめでとうって誰しろしろの、ずっとこればっかり3周年おめでとうね、ありがとう、またね、いやいや呼んでね、また呼んでね、お金なくなっちゃったまた呼んでね、畑ほらいっぱい資産税かかっちゃう高いんだよ、ね、ね、でも先生、先生人気ですから今、うん、うん、LINE、 え、違う違う、あ、え今先生言ったから先生がまだ来るまででね、あそう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 、はいはい、あーちょっとさ、もう3周年記念も残り15分ですけども、はい、早い、うん、ピザ全然食べてないね、うん、食べます、え、ピザ、いや食べましょうよ、食べましょうよ、ほらなんか、なんかすごいいっぱい、最近のクリスピーってこんな薄いんですね、え初めて、パイナップル、そうそう初めて、ほんとだ、どれいきます、あれじゃあよ、これこれこれ、俺じゃあじゃあこれちょっと今端っこでよ、うん、これきれい、よいしょ、うんうんうん、私、あたたたたたたた、うんうん、いただきます、食べやすい、クリスピーはね、うん、これあの、うん、今日3周年ですから、うん、これワインも来てるんですよ、うん、あせっかくだからワイン開けましょう、開けましょうか、あ、来た、あ、来た、え、あ、うん、いただきます、素晴らしいゲストが、えお越しいただいてなんか、どこ行ってたんですか、もう、あ、ちょっとね、あのピザのほら、お皿洗ってたのお金払えなかったから、そう、それで早いな、そのワイン、はい、はい、じゃあ乾杯しますか、今日3周年なんで、ね、ワインで乾杯しましょうよ、何にもめでたいことないけど、ね、別に3周年ってでもメンツが増えたね、まあね、うん、でもやっぱこの3年間で1人でやってたから、え一番最初1人でやってたでしょ、1人で始めたから、1人でしたっけ、外で本当に TV ショーのスタートは、そうそうそう、北千住の、うん、あのオール、あのね、ビジョンあるでしょ、うん、あの下であの箱を置いてねそっからスタートしてる、本当、沖縄さん、うん、本当一人でそれを配信してる、何この番組さ、ストリートから始まったの、そうだよ、そうだよ、でこのピザの流れからするともう相当さうなぎ登りじゃない、すごいよ、リアカー引いてたんだから最初チャルメラのラーメン屋じゃねえかな、クレイジージャーに出た方がいいないやでも一人で、うん、で俺がそれに賛同したわけよ、あ見かけて賛同っていうか、あの悲しくなっちゃったストリートライブやってたら、そういや本当の話です、違うよストリートライブはでも
やったようちら。あ、昔ね。昔、もうだから20年前ね。やったやった。売れていくぞっていう時。これ失敗しちゃった。誰かやってやって。あ、じゃあやってもらった方がいい。経験をやっぱりほら積むために川口駅とかね。川口駅で、うん、で、あの俺ら初めストリートライブやった時に、うん、あの舐められちゃいけないから、うんうんうん、で、あの初めてのストリートライブとかで、うん、ういういしさとか出ちゃってね、舐められちゃ嫌だから、うん、あのボードを持ってもらったわけ。ボードあるね。あの、うん、ボード、ちっちゃいボードみたいなこう持ってもらって、うんうん、あの俺らやってる隣でね、うん、一緒に来てくれた人が、うんうん、持ってくれて、そこにあのボリューム1とかさ、うん、ボリューム2とかって舐められちゃう。第何回みたいな。そうそう。ああ、ストリートライブ。だからもうやりきってる感出そうと思って、うんうんうん、ボリューム235とかしたんだ。ね、初めてのライブでもうボリューム235ぐらい出したの。なめらんねえだろみたいな、ね、そうやる気まんまにもね、うん、ストリートのなんていうの、そう、ね、もうやってきたみたいな、やり慣れてるさ、ストリートの、うん、もうベテランだぞベテランみたいな。でも実際やってるの初めてだからだからなんていうの、見抜かれちゃうんだろ。いやバレると思うよ、いじれないんだもんで最近どうなったかというと、見てたお客さんにちょっとあんたたちって言われて、うん、あのお説教変なおばさん、あるの、そんなことあるんだ。相当ダメだったんじゃない、相当いけてなかったんじゃないですか。まあなんかね、そういうの好きな人もいるからね、くっそ寒い日にな、うん、なんかねちょっとね、劇団少し昔若い頃入ってましたみたいな、なんかおばさんだよね。そうそうそう、50、当時50ぐらいかで、ちょっと来なさいっつって、でもうさ嫌だからさ、うんうん、怒られ慣れもしてないし、そうそう、で寒いし、はいはい、こっち2人で20代前半の頃、あ20代前半じゃね、はいはい、そうっすね、はい、うん、はい、なんて言ってて、で長い30分ぐらい喋ったんだよ。そうだよ、くっそ寒い中、そう、俺は立ちっぱなし、立ちっぱなしだよ、ずっとここ説教されたから。よくそのおばさんもね、忍耐力ありましたね。で聞いてりゃ終わるか、全然終わんねえから、しょうがねえから俺さ、うん、持ってた携帯じゃん、なったふりして、あもしもしってこうやって、あ、また行かなきゃいけないんですって書いてあるんだもん。それがなかったら1時間ぐらい言われてましたかね。そうだよね。ああ、だからさ、帽子、帽子、帽子、私ね、私この帽子どうしてもかぶれなくてね。あ、なんで、なんか、あれ、ちょっと待って、うん、これ開かないんじゃない、ワインこれ。あ、あれ、他にもないんだ。まさかの一心さん、最初がもう割れちゃってる。俺がね、開けられないの。もういいよ、いいよ、これもう。じゃあもうかじっちゃって一心さん得意な、ほら、手刀で。あ、そっか、手刀ってスポーンってさ分け、ね、やってもらって。いける、いける、これいける。最初がもうね、うん、実際これってボロボロになっちゃってどうやってやるんですか、ね、もう入れちゃうじゃないのかね、最終的な判断って。息だ息、こうそ, それでできるんだ、最初からやってくれよ。それでこの間ね、一心くんね、うん、単独ライブやったのよ。知ってる人、ちょっと話したよ、うんうん、あーすごいすごいすごい、さすが、飲みながらやろう、さすが、はい、じゃあ、ね、じゃあ着きますよ、着きますよ、はい、どうぞどうぞ。こう消したらもったいないね。いいよいいよあ、3周年も消して、あ、いいよいいよ、消して消してよ消しちゃえ、ね、消しちゃえ消しちゃえ、ね、食べながら聞いて、はいはいはい、はい、うん、ちょっと一杯飲んでさ、はいはい、ちょっと入れちゃいますね。ありがとうございます、うん、今日おごりだから、えおごりだから、はいはい、うん、エモー君のおごりでしたっけこれ、ピザ、はい、そう、あ、ティッシュ、なかなか消えねえだろ、ティッシュティッシュティッシュちょっと待って、人が飲むのに入れちゃったいいよいいよ、はいはいはい、はい、すいません、あのさ、じゃあね、はいはい、ホワイトボードね、はいはい、これね、よいしょ、この間ね、青井一心くんがね、はい、コンサートやったんだよ、はい、はいはいはい、だからね、今日テーマ飲みながら、別にね、はい、もう座りながら、はいはい、あれでもなんでもない、うん、こんな、うん、何何、青井一心のコンサートは嫌だ、おあー、青井一心ってどういう字なの、おい、そこから草冠に草、そこから草冠に草、くら、くら草冠に草ってなんだよ、草冠に草、草だらけじゃねえ、草草草冠に草冠や、青井一心のコンサート、うん、とは嫌、うん、だ、こんな青井一心のコンサートは嫌だ、昔ね、こういうネタがあった、そうそう、俺らよくやる、いろいろよくやる、昔よくやる、サードに使って、うん、うん、で結構得意だ、ちょっと余興とかやってくれた時に、とに、パッとこれ、ね、パッと書いてある、なるほどね、じゃあ誰から行く、何これ一人一人書いていくのこれ、あ、そうだよあなたが言うんじゃないのこれ言わない言わないよ、えなんか言ってよ、ダメだ、面白いのあればな、一緒のコンサートで、ね、うん、プロが考えたやつね、いやいやいや、ボードネタのプロが、こんな青一心のコンサートは嫌だ、じゃじゃんってしてくんないと思う、はい、じゃじゃん、じゃじゃん、ね、はい、あ、こんな青一心のコンサートは嫌だ、じゃじゃん、入り口でライバル歌手の写真を踏まされるこれいいよ、プロ
踏み絵させていくの。氷川きよしさん。さっき出てたね。僕じゃないですかね、今氷川きよしさんって言ったのは。必ず僕じゃないですからね。大石のコンサートに入るときはライバルの山川なんてね、若いね、人気のある方の踏まされてからやだやだね。踏み絵だよ、踏み絵。スタッフ全員それやらされない。スタッフっていうかお客さんね。あ、お客さん、お客さんが、さんがいやー、踏み絵をさせられる。あ、そうか、忠誠心があるかどうか試されます。ライバル歌手の踏み絵をさせられる。これ実際あったみたいだよ。ねえだろ。なるほど。誰を踏ませてる。他ねえだろ、すぐ実さん。もうライバルじゃなくて。ベテランだな。もう塩クラス、大御所クラス。もう世代交代のあれもね。ピンコ。面白いの出るでしょ。嘘。天然だから。じゃあ出ない出ない。出るよ出る。こんな大石のコンサートは嫌だ。うん。うん、じゃじゃんって言うから思いついたら。こんな青石のコンサートは嫌だ。じゃじゃん。ムードしか出さない。面白い。いや面白い。面白い。歌わないよ。歌いますよ。面白いわ。歌わずに。イントロもかかるんだけど。歌わずにムードしか出さない。ムードしか出さない。面白い。やった。よかった。別に嫌じゃないんじゃない。そっか。でもやっとさ、イントロってやっと聞けるって時に。やっぱムードしか歌わない、絶対歌わない。で、歌えよって使う。最後までムードしか出さない。じゃあ、粉青一心のコンサートは嫌だ。あ、じゃじゃんって言って。粉青一心のコンサートは嫌だ。じゃじゃん。物販コーナーに、うん、あの中古のものがたくさん置いて、大石君のタオルとか、もう買ってすぐ中古品にして横に置いてある。あとあれじゃ、隣のテーブルにあの買い取りもやってるでしょ。返品されてる。そう。CD ももうその場で売っちゃってんの。買ったやつをすぐ買い取る。だから買う人と返す人がここ並んでて、並んでて。物販の隣に。マンダラゲみたいな物販の隣にリサイクルコーナーがある。なるほどね。まだあるよ。まだまだある。みんなまだ。はい。何コーナー？リサイクル。リサイクル。うん、あ。いやいや、ポンポン行っていい。ポン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 。ああ。あと三分ぐらいで番組は必要。え、嘘。はい。あと三分ぐらい。あ、もうさ、三分ぐらい。本当？じゃあちょっとさ。うん、食べながら、ほらほら、もう、あ、嘘、あの、あ、ここでなんですが、ないないな、急に3周年なので、はいはい、じゃーん、ロシアンルーレット出た、また出た、ロシアンルーレット。で、今日ね、あのうっちーとみさちゃん来ると思ったから、うん、メンバー分作っちゃったので、うんうん、スタッフの渡辺さんと社長社長来てもらって、社長お願いできませんか。1,2,3,4,5,6 社長、社長もどき、社長はだってもう絶対当たんない。社長、じゃあちょっとこれで、うん、で、持っちゃうと、持っちゃうとパカってこう外れちゃうかもしれないから、金紙を持って、パプって。あ、じゃあどれにします？じゃあ、DFP ごと渡してて、時間ないからね。じゃあ、持っちゃうとやばいから。これ何が入ってんの？わさび。これやだよ、2回連続当たっちゃうの。いや、私もどれかって分かんないです。逆にこれ、強運の持ち主を。あ、そうだ、払った方がいいよね。じゃあね、じゃあいきますよ。はい、せーの。うまい。うまい。よかった。うまい。大丈夫だ。あ、社長。あれ、一歩。あ、一歩あるな。社長ダメよ。連れてきた。社長連れてきた。すげえな。社長。これさ。うわ。飲ましちゃって飲ましちゃって。スイーツ。ワインディ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 。社長辛い。ついてるな。すごいな。すごいな。ちょっと震えてたよ。たまたまね、あのスタッフのお手伝いが見学会で怒られてて、人がいないから来てさ、こっち回っちゃったよ。これさ、あれだ、道歩いてて隕石当たったの。人が持ってるね。いや、すごいな、持ってた。辛い辛い。さすが。ありがとうございます。さすが。もう一度3周年を飾ってくれましたから、うん、ね。3周年を飾ってくれたの。今日たまたま来たし、たまたま関係ない。誰も当たらないの、ここ、ね、すごいね。ということで、あと番組あと30秒です。告知があれば。あ、そう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 、はい、
告知、はい、告知明日イオン所沢で歌います。はーい、はい、あだけ、はい、いいですか。あ、じゃあリュウピンは何か告知あれば。今チュッピンソカフィットネスっていうフィットネスをやっています。野外でやったりスタジオでやったり、あと12月16日中野で歌います。よろしくお願いします。最後ね、大一新のコンサートかっこ、うん、セミナーって書いてあるあれでしょ。必ず儲かる何か忘れない。ということで、はい、次回は12月の23日じゃない、28日でございます。ということで次回までまた、さようなら。